受験する。立ち入りを禁じる。混ざっちゃいました。こんにちは、アコです。マクです。はい。あ、ちなみにアコさんはね、これ怪我してる時に撮ってるやつですね。はい、今回なんですけど、多分びっくりするかもしれないですね。いきます。アコ受験する。ですね、アコちゃんも聞いてないんですけど、誰も言ってません。はい、誰も言ってません。あ、ちょっともうちょっと手に言います。アコちゃんには漢検をね、受験してもらおうと思います。漢字、漢字検定です。あれだよ、今年あれだよ、あの調子だよ。受けれます。ちゃんと受ける。学校のやつが中心なんでしょうと。一般の枠で普通にちゃんと受けてもらいます。は、はい、なんすか、なんすか。え、マジで、マジでです。え、ガチだよ、これドッキリじゃなくてガチです。ガチ。はい、ちなみにあの、さっき隠してたやつ。漢検のね、模試を用意してる。今かけと申し込みはネットでできるんで、これ27日までなんですよ、実は。本当にあるの？そう、本当にあるんですよ。5、6、7、9ってね、あります。ちょっと後で説明しますけどね。まず今回の理由なんですけど、漢検をアコちゃんに受けてもらおうという理由なんですけど、ちょっとアコちゃんとかにはちょっと本を読んでほしいなということで、はい、読書最近好きって言ったやつか、読むって言ったやつか。ただお母様からちょっと垂れ込みがありまして、本を読むのは好きなんだけど、全部ひらがなのやつとか、振り仮名がないやつは読めないという。ナイピーが、じゃあアコちゃんに読んでほしい本をなんかちょっとプレゼントしようかなみたいな感じで言ってくれたの。え、でも振り仮名ないと読めないから、えっ、じゃあ漢字勉強しましょうか。よし、漢検受験しよう。イエーイってなったの。あ、ちょっとそれも後で話します。はい、ということで、まずね、アコちゃんに本を読めるようになってほしいということで、漢字を覚えてほしいということで、漢字検定をね、受けようと。ねえ、宿題どうすればいいの？宿題もちゃんと、宿題も宿題でちゃんとやってください。ということで、今回は受験決定ね、これが受験決定の動画です。これから、受験勉強、受験当日、合格発表までね、密着していきたいと思います。ちゃんとね、アコちゃんがやってるかどうか含めて。今回なんですけど、ロコちゃんとマコちゃんも選べます。アコ…しない、え、しない、どうだったよ。アコちゃんに乗じてね、ちゃんと受けるかってことを選べます。ただ条件がね、ちょっと一つあります。安易になんか受けるっつってやってほしくないんで、まださ、何級受けるとかも決まってないんで、受ける級のドリルを僕が買ってきますので、そのドリルをちゃんと受験前日までにちゃんとやるってこと込みで、それでも受験したいよっていうのであれば受験していいです。きます。はい、おあ、ドリルちゃんとやるよっていうあれだったらどうしますか。5年生の、5年生、これ後で選べます。1年生だったらもし簡単だ。どうしますか。どうします。まあ自分のあれになるよ。そうですね、資格になる。はい、これちなみに今ここで答え出さなくても、後でアコちゃんの様子見てどうするかっていうのでもいいんですけど、今の心境的にはどんな感じですか。まあたまには頑張ってみたら。絶対頑張っても意味ないの。意味ない、やる前から言ってんの。スケジュールちょっと発表します。まず27日までで申し込みが締め切りです。これネットでできるんで、もうアコちゃんのは勝手にやっちゃいます。はい、2月12日に、受験日です。は、はい、テストじゃないろこ。11とか12だった気がする。で、12日日曜日ですよ。ん、まあだからそういうのも込みでね、選べますから。結果発表がね、3月後半から4月頭ぐらいですね。はい、なんで、まあ、実際の勉強の時間としては1ヶ月ちょっとぐらいかな。不妊生の宿題もある。そうだね、みんなさ、学校の宿題しながら習い事行ったり塾行ったりしてるんだよ。うん、知ってる。その子は頭いいからでしょ。でもちなみに言うと、あこちゃんはもう決定ですから、この動画は受験決定動画です。
はい、はい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 、はい、だからさ、もうアコが行かないって言ってても完全に受けさせ、行かないは選べない、選べません、アコはね、はい、アコちゃんはお母さんが勝手にネットで申し込みますし、受験当日に普通に車に連れ込まれて受験会場まで運ばれていきます。え、受験会場ってみんなの前でこうやってやるの？みんながこう受けるね、共通の教室みたいなところで、アコちゃんやだー、一人今感覚的にはどうですか？じゃあやりません無理、ロコテストあるし、2月テストだし無理、じゃあアコ一人で頑張ります。はい、まあこれ後でも決めれますから、はい、ごめんね、2月テストあるからさテストなくてもテストなくても多分受けてないです。え、テストなかったらちょっとやろうかもと思った。あ、そうなんですか、本当にやろうかと思った。あ、ちなみに関係はあの年3回ありますから、はい、これあのシリーズ化されるかもしれないね。あこちゃんが今回受けた級で合格したら次の級行こうみたいな感じ、ね、しかも今回僕からなんかまた次にね。あ、そうですね、同じ級ですね。はい、じゃあこれちょっと話していきましょう。それね、じゃあまずなんですけど、あこちゃんのちょっと受験の級を決めていきたいなということで、10級から1級までございますと。ただちょっとあまりに低すぎるやつはちょっとあれなんで、7級からが最低かなと思ってまして、7級が小学4年生レベルです。え、じゃあ学校は、あ、じゃあいきますよ。で、6級が小学5年生なんで、本来のあこちゃんは6級です。5級が小学6年生。え、6やっぱやろうかな。お、いいじゃないですか。中学生レベルのやるの？え、違う、5級。リアルの話、5級は一つありです。なんでかっていうと、その後4級が中学校在学レベルみたいな感じになって、中1から中3まである。おー。小学校のやつをちゃんと勉強してれば受かるはず。なんか5級ですね。何点から何点まで？今回7、6、5ってあるじゃないですか。基本的に全部共通なんですけど、200点あります、テストがね。200点満点です。200点のうち140点取ったら合格です。なんで100点中70点取れば合格です。え、無理、絶対無理、できない。え、何級が何級持ってんだっけ？僕12です。これ中学3年生までで取らなきゃいけなくて、中3の時に12。何点も一緒に受ければ、ん、順に述べます。1級、ナイピーも一緒に受ければいいじゃん。あ、そうしよう。え、ちょっと待って、これ構成入れてない。え、それいいじゃん。ナイピーがやるなら、一緒に頑張ろう。ナイピーがやるなら、うん、ナイピーがやるなら、ナイピーそれいいじゃん。なんか、何のためですか一緒に頑張る。ナイピー、ナイピーがやるなら、うまくやる。ちょっと待って、あ、でもまあ、え、僕受けるとしたら、じゃあ次2級ってことですか？うん、ありじゃん。ちょっと待って、これガチで受ける必要あるじゃん。何受ける必要あるじゃん。面白いじゃん。僕の記憶が正しくて、今の時代が変わってなければですけど、2級からが200点中160点なんですよ。おお、上がってんだ。そうそう、だから80点取らないといけない。100点満点取れるじゃん。簡単でしょ。あ、じゃあちょっとそれ最終結論後で、ね、はい、後で、まだいいよ、まだ考えていいよ。あこちゃん、どうしますか？7、6、5って受けるとしたら、今の中で、今学年聞いた中で、これ最終的にはテストをしてみて、うん、じゃあどうかっていうのもちょっと見てもらいたいんですけど、どうします？今どの程度なのかね。うん、6か7だな。6か7ですね、うん。これ今、あの受験級目安チェックっていうのがありまして、関係が出してるやつがあるんですよ。これちょっとやってみません今。うん、あの簡単にネットでできるやつ。じゃあ7級からちょっと。これ10問あるんで、ちょっと10問今やってみて。え、じゃあ全部できなかった、どうしよう。じゃあ7級です。はい。まこちゃんもちょっと横で見たりとか、ロコちゃんもちょっと見てあげて。これ今7級です。7級今。これ知らないの？選択式のやつもありますし、あるんだ、はい、書くやつもあります。いいと思う。え、これ何年生だっけ？これが小4です。これはいけるかも、うん、そんなん習った記憶ないけど大丈夫だこれあ
全員受けてさ、ロコちゃんとマコちゃんと僕が受かって、アコちゃん落ちる。あるよ、全然。え、なんか一番真面目だけど一番バカだからね。それが1年最後のテストだ。コピーや。ああ。コピーやってみたい。じゃあロコちゃんコピーやろ。答え合わせ。10問中7問正解です。ん？じゃあ言ってんじゃん。ってことはこれ70点ってことですから、あこちゃんは今7級だったらまず合格範囲。おお、はい、意外。のこちゃんじゃあ5級ちょっとやってみる。ねえ、まこは？まこちゃんそのあたり。待って、5級？じゃあ、まこちゃん6級ちょっとやってみる。無理、ダメダメ無理。6級ちょっとやってみる。ちょ、はい。あ、ロコ、大丈夫だよ。テスト22。あ、大丈夫ですか。これ関係の後にどっちみちで鉄勉強全然。何これ。そうちなみに時間は待って、分からない。大丈夫大丈夫、これ大丈夫。1問ロコさん5級8問正解ですね。すごいじゃん。ってことはこれ、これいけんじゃないですか。怖かった。いけんじゃん。意外、私3年くらいしか会わないじゃん。じゃあまこちゃんちょっと6級ね。はい、どうしよう、まこが100点とか取ったら。わかんない。1問目からわかんない。あとはちゃんとこれ戦略練れるかってことですよね。答え合わせする。はい、8問正解。おお、え、じゃあまこちゃん6級合格範囲です、じゃあちょっと貸してください。やっぱ完成するのが大事ですよ。あこちゃんが6級ちょっとやってみましょう。でも全部使っちゃう。はい、あ、9問中8問正解。これもなんで6級の方ができてるの。じゃあその上で、今のところ何級いけるかってどうしますか。7級。じゃあちょっとこの後7級の模擬試験をちょっと受けてもらって、まこちゃんも6級やってください。え、受ける受けない、そう、受ける受けない関係なくちょっとロコちゃんは、分かんなかったらもうやんなくていい。あ、取る、分かんなかったらもうやんなくていいよ。そう、分かんないところは空白で。模擬試験ね、受けてもらいました。ちょっとロコちゃんは個人チャンネルと、途中ですね、まこちゃんは寝てたみたいな。あ、そうですね、あこちゃんからタレコミがあってね、まこちゃんが爆睡してるとか。爆睡中でした。はい、爆睡中でした。違う、あのね、これね、理由があるんですよ。理由があるなんすか。聞こうか。あのね、布団をかぶって寝てたんですね。最初ね、寝転がってて勉強してたんですね、はい、だから暖かくなっちゃって眠くなっちゃったんですよ、はい、で、あこもまこの上に乗ってきたわけですよ、はい、で、それで寝ちゃいました。はい、で、あと、あの、今から点数を見せるんですけどね、多分、はい、あの、これは言い分けたいな。あのね、マコは6級受けて、ね、アコは7級だったので、マコの方が絶対に低いです、はい、あの、言っときます、はい、だって、習ってない感じもあるから、まだ。そうですね。で、アコはもう習ってる感じもある。習ってる感じもあるよ、うん、習ってない感じもある、はい、習ってる感じの方が多いと思う、うん、そうですね。じゃあちょっとまこちゃんの点数発表の前に、ね、回答をね、じゃあまずまこさんの珍回答一つ目ですね。無許可の許のところを、まあ、漢字として入れてくださいっていう感じですね。あ、はい、これ、これあのまこちゃんが教えてくれました。許可の許の左側と可がね合体した感じ。部外者の立ち入りを禁じる。これ多分あの禁止がね、上の金と下の止まるがね混ざっちゃいました。
これもあれ、あこちゃんって伝わったっけ、うん、はい、これもあこちゃんに聞いたところは全部混ざってますこれね、はい、混ざっちゃってます。マコさん、やりたいわ。6級受けていただきまして、200点満点中、合格点が140点。マコさんが64点。アウト。まあ、この後不合格なんですけど、まあ、6級はちょっと、マコちゃんより難しいやつで、まだ5年生で、全部終わってない段階で。習ってない感じもある。習ってない。6級は受けられないってこと。問題自体が分かんなくて、空白なところが3つね、あります。なんせね、四面楚歌のこと、湿ってる楚歌ってことで。四面楚歌って何？何？湿ってる楚歌。それでいいよ、それでいいよ。次ね、あこさんの点数を移す前にですね。新回答。新回答ね、あるかね。ちなみにあこさんは全部合ってる歌詞もあるんですよ。問題ごと全部合ってる箇所もあります、うん、で、あこちゃんもこう熟語とかね、そういう系は問題ごと白紙になってます。いきます。まずね、大変な苦労をして作り上げる老がですね、老人の老、老人の老、まあ、合ってるっちゃ合ってるんですけどね。母が作った握り飯を食べる。食べろ、飲むに書いてしまいます。はい、飲むになってます。母が作った握り飲むを食べる。ということで、あこさん200点満点の合格点140点ですね。点数124点です。あー、惜しい。惜しいです。あと16点で合格ですね。難しいな。じゃあ今模擬試験ね、受けたところでちょっと改めてね、あこちゃん何級受けますか？7級。7級にしますか。決定で、はい、はい。じゃあ、あこちゃんは7級を2月12日に受験決定です。イエイ。7級が一番下。せめて7級からだったらどう？いいと思う。ちなみにちょっとこれ同時に話したいのが、あこちゃんせっかくチャレンジするじゃないですか、うん、合格したらなんかどうする？あ、ご褒美ね。うん、ご褒美問題。どうしようかな。どこからの中なんだ。罰ゲームじゃん。はじゃあご褒美は、うん、あれディズニーランドチケット。ディズニーチケット誰と行く？あ、そう、それもペアチケットにしてること行く。おい、ふざけ何もやってないよ、なんか便乗しようとしますよ。でも、アコの2人でディズニー行きたい。アコ、アナと一緒に。ああ、じゃあ、お母さんと大人チケットと子供チケット1枚です。どう？じゃあ、ママと2人で行きます。はい。じゃあ、ペアチケットね。はい、これ決定で。アコも受けようかな。おい、アコも受けようかな。あなたたちもどうするか決めましょう。受けまー。マコどうすんの？ロコどうすんの？ルカがつる。2人で一斉に言ったら。あ、オッケー。あ、決めた？うん、いくよ。一斉のせ、受けまーす。す、おい、すらした。じゃあ3人とも受けましょう。じゃあマコちゃんは何級？19。ふざけんな。しかもちゃんとドリルもやることですかね、最初。ドリル、え、これ全部やんなきゃいけないの？そうです、ちゃんとドリルもやった上で漢字検定の部分。なんで？何も知らないで受けようとしてる。そうだ、勉強するけど。じゃあドリルをちゃんとやってみよう。じゃないとほら、安易にこうね、うん、やっても受験料だけかかっちゃうんですから。あこ全部やる。あこちゃんはちゃんとやってみて、はい、これ、これちょっといい。じゃあ、あと僕もどうするか。じゃあ僕やるじゃん。じゃあ僕はね、2級を受けます。よし、言ったね、言ったね。はい、じゃあ僕もドリルをちゃんとやらないとダメよ。はい、だって僕へのご褒美は何ですか？どこからの中あ、無理。じゃあ受かったらご褒美はなんか自分でご褒美にします。落ちたら、はい、1週間ピンク生活、洋服ピンク。全部ピンクじゃなくてもいいけど、1なんかバッグがピンク、イヤホンがピンク、マスクがピンク、マスクがピンク、マスクピンク生活。うわー、どうしようの、マスクだな。え、あの、真っピンクだからね。
ね、ママ5時稽古所5時5時稽古ってんすかそれ探しとくかそれでロコちゃんどうします？行けません。はい諦めたじゃあマジ勉強本当に無理。じゃあマコワコさん7級頑張りましょう。はい頑張ってください。頑張るぞ。この後ね受験勉強してるところだったりとか、うん、結果発表ね届くので郵送でね結果がどうだったか含めて、ね、最後ね追っていきたいと思いますので、楽しみですね。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。カシャ、あの次の時にやろうかな。あ、OK です。次のシリーズの時にはやろうかな。なんかテストなんで先に予定押さえておきます